ズームレンズが、まあ、全盛の現在においてですね、単レンズを使うということはよほどの人でなければ、まあ、単レンズを使うことはないわけですが、実はそのカメラの中にはですね、単レンズの機能のみを持っているカメラがあります。今回撮影した作品すべてがですね、シグマの DP-1 メリルというカメラを使っております。これが19ミリになっていますが、35ミリ換算でいうと28ミリ相当ですね。そして DP-2、 これは30ミリとなっていますが、35ミリ換算でいうと45ミリ相当、まあ、標準レンズということになりますかね。 DP-3 は75ミリ相当ということですね。中望遠レンズということになるわけですね。このようにシグマではですね、非常に面白いカメラを出していまして、番号によってですね、レンズの焦点距離が違うということなんですね。非常に面白いと思います。何がまず面白いかというとですね、単レンズとしてカメラを使うということになるわけですね。ですので常に単レンズで写真を撮るという形になります。通常カメラをお持ちの方はですね、ズームレンズをお使いになっていると思うんですが、ミラーレスカメラでも単レンズが出てきてますし、単レンズのレンズを使うという機会が多いと思います。ただやはりズームレンズが使えるもんですから、どうしてもズームレンズにしてしまうということが多いと思うんですね。そこをですね、まあ逆転にとってというか、そのレンズのミリ数によってカメラを作ってしまうという発想が非常に面白いと思います。またその画質ですよね、このフォビオンセンサーというセンサーを使っているわけですけども、このフォビオンセンサーというセンサーがですね、非常にユニークなセンサーでして、RGB3 色のですね、まあ、輝度情報、そして色情報ということで受けて、それを一つにまとめてしまうというセンサーですので、実際にはですね、画素数で言うとですね、一般的なその画素数で言うと3900万画素相当するになるということですね。相当な画素数に、ね、なってくるわけです。しかもコンパクトであるということ、ここのところがですね、非常に面白いカメラだと思います。実は今回はですね、そのカメラで撮った作品、まあ、このカメラのちょっと旧型になりますが、DP-1 メリルというカメラで撮影をしました。クワトロとの違いはですね、まずデザインの違い、そしてまあそのこの前の機種であるということ、そのレベルは一緒ですが、まあ、やはり同じくフォビオンセンサーですし、レンズも単レンズということになりますので、まあ、その画質も同時に見ていただきたいと思います。まずこちらの作品なんですが、こちらの作品はですね、まあ、そのかまどの近くに猫がいたので、それを撮影した作品なんですが、画角ズームを変えることができないわけですから、場合によってその歪みも欲しくない、しかもその画面のその質感も出したいという時には、やはりトリミングをせざるを得ない。ですので、まあクロップというんですが、頭の中でもトリミングの形を決めて撮影をするという形になります。まあ、こちらはオリジナルで、仕上げた作品がこちらの作品ということになりますね。周辺を少しモノクロにしまして、フォビオンセンサーの持つ質感を十分に発揮できるように仕上げました。見ていただくとお分かりのように、ピントのキレ、拡大してもですね、非常にピントがシャープに映っております。まあ、色が特徴ですので、非常にこう深い色が出ますので、こういうような被写体も面白いと思いますね。これは仮面の部分とですね、その花をレイヤーにしてまとめて表現した作品ですね。こういった表現もですね、やはりその単レンズで、そのフォビオンセンサーが持つ色合いであるということ、これによって非常に美しい表現ができます。まあ、ピントのキレもこちらも見ていただいてお分かりのように、非常にキレのいいピントが出ております。まあ、こういうですね、画質ということで、よくその画素数ということを言われるんですが、その画素数とですね、レンズの性能、これは非常に重要でして、画素数がものすごく高いのにですね、高倍率のレンズを使ってしまうとですね、その画素数に合った解像度を持つレンズではありませんので、どうしてもですね、画素数を生かしきれないということ、まあそういうこともあってですね、シグマはカメラとレンズを一体化させてしまったと。まあ、これによってですね、レンズの設計に無理なくですね、なおかつそのフォビオンセンサーの色合いの深さを表現できるような、そういった組み合わせにしたということですね。まあ、例えばこういう白鳥などを撮ってもですね、非常にこう克明に表現できるわけです。この写真はですね、タイミングが全然合っていないんですが、まあ、このような場所を撮るときにですね、タイミングを合わせて撮るとですね、このような作品になるわけですね。
こちらはレイヤーによる合成は一切ありません。実際にこのような配列でですね、白鳥が並んだ瞬間を撮ったということになります。そこに仕上げのコントラストを多少強めているということはありますが、このような表現も十分可能であるということですね。焦点距離 19mm となっていますが、これは DP1 の焦点距離ということですから、まあ、先ほども説明しましたが 28mm 相当になっているということ、それとやはり単レンズ、しかもカメラに初めからレンズがついてますので、それだけの高性能なレンズをつけられるということですので、端から端までですね、非常にピントが綺麗よく奥までピシッと合ってるのがお分かりになると思います。絞りが56なんですね。絞り56なんですが、やはり被写界深度が深いですよね。これは APS ということによる被写界深度の深さということ、それとそのレンズの解像力を相まって非常にシャープに見えるということになります。このような情景であまりコントラストがないときもですね、やはりフォビオンセンサーの良さというのはですね、非常に解像度が高いので、仕上げるときにコントラストを強めに、このようにモノクロで仕上げてもですね、十分綺麗な表現ができると思います。砂のザラザラした質感を十分に表現しながらもですね、快調も活かしていけるというところもフォビオンセンサーのいいところだと思います。ハイネケンの宣伝カーですが、この宣伝カーもですね、仕上げによってこのように仕上げるとですね、非常にアーティスティックな表現になると思います。まあ、今回シグマの宣伝のような形になりましたが、まあ、もちろんシグマでなくてもですね、単レンズというレンズを使うということによってですね、非常に単レンズというのは描写力がいいですから、まあ、こういう表現に近いものができるのではないかということです。フォビオンセンサーのいいところのみを伝えると、これは片手打ちになりますので、もう一つ説明をしますと、ちょっと難しい時があります。それはですね、光の条件によってですね、偽色が発生しやすい。ローパスフィルターを使ってない分ですね、まずその偽色が発生しやすいというデメリットはあります。それと色がですね、かなり偏ってしまう場合もあります。ですが、そのビシッと決まった時、非常にこうクリアに決まった時はですね、他のカメラにはない描写力を持ってますので、そういう意味ではですね、そのメインのカメラこれ1台で撮るということはちょっと難しいかもしれませんが、一つの目的を持って使うのにはですね、非常に面白いカメラであるということが言えると思います。写真らしいその描写力を持つカメラが欲しいということであればですね、このシグマのカメラ画角をですね、イメージすることができるようになりますし、ズームレンズを使った時もですね、やはり単レンズのイメージが非常に強くあればですね、構図のバランス等も良くなっていきます。制約があるからこそ面白い作品ができるということもありますので、ぜひともですね、少し写真でですね、行き詰まりを感じている方はですね、さほど高くはありませんので、チャレンジしてみる価値のあるカメラであるということが言えると思います。